皆さんこんにちは。オーストラリアゴールドコーストからライブコーチングマスタートレーナーの真海清美です。今日は Zoom の有料版、私はプロバージョンを使っているんですが、その理由の一つがこの Zoom で映し出されている映像をそのままライブ配信ができる SNS の連携ボタンが使えるんですね。それで私は Zoom を有料版のプロバージョンで使っています。今日はどうやってこの Zoom の会議の模様や対談の模様を SNS の Facebook や YouTube に投稿するのかという方法を解説していきます。はい、それでは皆さんの Zoom の、ね、こちらのページに入ってきていただきます。そしてこの右上のミーティングを開催するボタンを押してビデオをオンにしましょう。はい、そして Zoom ミーティングを開いていきます。はい、そうすると画面が変わってきまして Zoom を接続していますね。はい、そしてもし小さく映し出されているとしたらこちらで全面表示にしていただいて、はい、ここでもし皆さんのライブ画像が映っていない場合はこの右下のビデオの開始が今停止になっていますのでこれをアクティベートしてください。はい、そうすると皆さんのライブ映像が映りましたよね。はい、そして SNS と連携していく方法なんですが、皆さんの画面の右下のこちら詳細ボタンを一度クリックすると4つの選択肢が出てきますが、今日は皆さんの Facebook の個人のページや皆さんの作ったグループページ、そして皆さんのFacebook ページ、これらに配信できるこの Facebook ライブを使い方、ね、解説していきます。では一番上を押していただいて、はい、そうすると画面が変わりますね。はい、そしてどこに配信をするのかということでまずタイトルを入れていきましょう。はい、ここで Zoom から Facebook 連携してライブ配信、はい、こんな風にね、今日のテーマは Zoom から Facebook に連携してライブ配信をする方法ということですよね。で、このタイトルを入れていただいて、まあ、これをコピーしてね、この下の説明の中にも入れていただいて、もし皆さんがこうしたものを定期配信とかしていく場合とかはですね、もうちょっと細かくこの説明の方を書いていただいて、まあ、私の場合はですね、毎日定例の番組を12時からやってるんですけど、その番組の趣旨とかね、今日のテーマとかね、それからその番組を見るための URL などをこの情報の中に貼っておきます。はい、で今日は自分の Facebook のアカウントに投稿します。はい、ですので自分自身のタイムラインになってますよね。そして、閲覧対象者はパブリックになっています。これね、公開でやりましょうね。そしてここであとボタンを押すだけなんですが、実はここに隠しボタンが一つあります。 Facebook のセキュリティ設定ページによりデータへのアクセスを取り消ししますとありますが、これを押してください。はい、そしてはい、こういうのがね、実は隠しボタンになっております。Zoom が次のアクセスをリクエストしています。何のアクセスなんでしょうか。まずこちら清美としてログインしてみましょう。はい、そうするとはい、ここですね、Zoom のビデオ、次リクエストしていますとありますが、ここでなんとパブリックにしたはずなのに友達モードになってしまっているんですね。はい、ですのでこの友達を1回だけクリックして、そして下の方に下がっていってください。公開モードに変更します。はい、ここで公開になりましたね。そしたらここで次を押します。はい、そして許可を出しますので次に行きますよ。はい、そして改めてもう一度このページに来ますので、はい、ここでもう一度先ほどのテーマを入れます。はい、そしてこれをですね、まあ、説明書きをもう一度入れておきますね。今日はちょっと、省略しますね。そして自分のタイムライン、パブリック。はい、これで準備が整いました。で、これでライブボタンを押すんですけど、皆さんいつこれライブが始まるのか、タイミングはどうやって取るのですかってよくお尋ねがあるんですけども、ちょっと見ていてくださいね。じゃあライブ配信ボタンを押しますよ。はい、そうするとこの右下見ていてください。ほら、ライブのストリーム中って出てますね。そしてそのストリーム中の準備、文字が消えたら今もうこれね、ライブ配信されてるんですね。
なので今日ちょっと早かったですよね。ライブボタンを押してすぐにね、1秒ぐらいで飛んでいきましたけれども、ネットの回線によってはね、2秒3秒かかることもあるんですね。はい、で今これ静止画像のように映ってるんですよね。でもこれも実際に配信はされているんですね。さあどこで配信されているのかというとですね、この今 Facebook の方を開くとここで音がループしてしまうので、この再生ボタンは押さないでくださいね。どこで、これを見るかというと、このページを一度、はい、後ろに戻るとここでね、 Facebook ではなくて Zoom で配信している画面が映るんですね。それでこれをまず了解を押します。そうすると今 Zoom で映っている画面が今度出てきますよね。でこの画面にしてライブ配信をします。なぜかというと、ゲストをお招きするときにはここに皆さんの対談ゲストが横に並ぶような感じになるわけですよね。ですから先ほどの一番最初に表示されるあのページの再生ボタンを押してしまうと、もうぐる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 音がもうループしてしまいますので、一番最初に表示された画面は決して押さずにですね、この右上にあるね、最小化のボタンを押すと、その後ろに隠れていた Zoom の配信画面が一番上に来ますので、これが今配信している Zoom の画面になります。ここでですね、マイクのコントロールをしたり、それからビデオカメラのコントロールをしたり、チャットとかね、ブレイクアウトの、この操作ができますので、この Zoom のページでコントロールしてください。そして今この模様が実際に Facebook に流れているということになるんですね。それで、ライブ配信をするときは、こうしてライブが始まったというのを確認するのは、この左上のところにね、ライブ、Facebook に参加中っていう、このライブマークが出てますよね。はい、ここでライブがもう映ってるっていうことが確認できるんですね。はい、それからさらにこれちゃんと音も出てるのかなっていうふうに確認したいときは、これくらい話した後で皆さんのスマートフォンで確認してください。そうするとここに私のもうライブが始まってるっていうのが出てますから、これをクリックするとほらこうやって始まってますよね。このライブ配信というのは Zoom のボタンを押してからタイムラグがあります。だいたい10秒から15秒ぐらいですね、タイムラグがありますので、一通り皆さんがこうして自己紹介などをして話して、そこからスマホをつけるとちゃんとこのねライブ配信ができているのを確認できますので、こんな風に少しタイムラグを利用して、Zoom のボタンを押したらもう一気に話し始める、そこで自己紹介をする、そして、これらのいいところで皆さんのスマホで、ちゃんと配信できているか確認をする、はい、そうするとですね、間を持たずにね、こうすっと皆さんがライブ配信をスタートすることができるんですね。ライブっていうのはボタンを押しても、これいつ始まってるのかな、ちゃんと配信されてるのかなって不安になっちゃうことがあると思うんですけども、まあ、こういう方法を使えばね、皆さんがこのライブボタンを押したらすぐに話し始めることができますので、ぜひ活用してみてほしいなと思います。今いきなり私の個人ページでライブが始まってて、一体何事かなと思ってる方いらっしゃると思うんですけど、今私ね、うちの講座生さん向けにこのオンライン教材を作ってますので、今こうして実際にね配信をされてしまっているんですけども、はい、この動画教材の方はこの後私のお講座の方で公開をしたいと思います。今日は、Zoom から Facebook ライブに連携して、ワンクリック、ツークリックでライブ配信をスタートさせる方法について解説をしました。はい、私の個人のページを見ている方もありがとうございました。それではまたお目にかかりましょう。はい、それではライブを止めるときはどうやってるのか、この左上のライブのボタンのドロップダウンを押すと、ここにライブストリームを止めるっていうボタンがあるのと、全体的に Zoom 自体を止めるときには右下のこちらの終了ボタンを押してくださいね。それではまたお目にかかりましょう。ありがとうございます。